MLB、ヤンキース4、3 b イズ、日本時間5日、ニューヨーク、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は4日、日本時間5日、本拠地でのブルージェイズ戦で申告敬遠で3度勝負を避けられた、1試合3敬遠は、球団では1999年のバーニー・ウィリアムズ以来25年ぶりとなった、これに不満を示したのが、同じく打線を引っ張る不安外外イ野手で、残念だ、腹が立つよと話した。3番 左翼で先発出場したジャッジは、2点ビハインドの5回2試1塁、1点リードの7回無視走者なしの場面で歩かされ、同点の8回2試2、3塁でもブルージェイズは申告敬遠を選択した。前日3日、同4日、のカード2戦目では初回の第1打席で2戦連発となる41号を放つと、第2打席では2試走者なしの場面で敬遠されていた。ジジャッジの前を打つ外は 4日、同5日の試合で28号を放ち、試合後は報道陣に対応。残念だよ、彼には打席に立ってもらいたいものだからね。彼を打席に立たせるために僕は最善を尽くしているけど彼らは、ジャッジとの対戦を避けている。本当に腹が立つね、気に入らないよと話した、好調なホームランバッターの宿命でもある敬遠。 一塁に走者がいる場面や逆に走者がゼロといった通常なら敬遠することが少ない状況での敬遠が続いた。外は彼らには彼に立ち向かってほしい。彼の本当の力を見てほしいと勝負を要求した一方で、敬遠は試合の一部だから仕方ないことだ。彼らも勝とうとしているわけだから、それは配慮するけどねと理解も示していた。